シティスパイアセンターはニューヨーク市マンハッタンに立つ超高層ビルである。このビルの所在地はミッドタウンの6番街と7番街の間の西56丁目の南側150から156西56丁目である。1987年に竣工し、高さは75階建ての248メートルで床面積は35万9千平方フィートである。これは 複合用途の超高層ビルとしてはニューヨーク市で一番の高さであった。このビルの所有者は EN ティシュマンスプエアプロッパティーズである。ヘルムートヤーンによる設計で仮想の23階分は商業用途であり、それより上層は高級マンションとなっている。居住部はビルの上層に行くほど部屋が大きくなっている。最上部のドームの構造上、 風が通ると大きなノイズが発生したことで、竣工直後から近隣住民の苦情を受けた。デベロッパーは原因を調査し、冷却灯のルーバーを外すことでこの騒音はしなくなった。このムーア建築風のドームは、隣接する55丁目のニューヨーク式センターへのオマージュとしてデザインされ、夜になるとイルミネーションで照らされる。このビルの形は変形八角形となっている。 完成前にこのビルの高さは規制値より14フィートほど高いことが判明し、その違反の保証としてデベロッパーはこのビルの隣にニューヨーク市文化庁のためのダンススタジオを建設することになった。竣工当時は世界で2番目に高いコンクリート塔だった。ありがとうございます。